こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。今回は年収1000万円稼げるエンジニアの共通点10選を紹介してみたいと思います。現在僕はフリーランスエージェントの方に所属しておりまして、累計800名以上のエンジニアさんとお会いしてきました。今回は僕の体験談をもとに、お会いしてきた人で年収1000万円を超えてる人の共通点をご紹介します。年収1000万円を超えるにあたってどの分類がいいかなどはそんなに関係はありません。エンジニアはどの職種でも年収1000万円は超えられます。1つ目、何かしらのスキルで特化をしている。何か一つの Java でも Ruby でも PHP でも10年15年とスキルを学んで突き詰めていって、専門家になると年々年収や報酬は上がっていき、僕の担当していたエンジニアさんの中でも年収1000万円を超えた人は何人も見てきました。2つ目、フルスタックに業務をこなせる人。フルスタックというのは上流から下流やサーバーやインフラ、幅広い業務に対応できる人のことを指します。幅広く業務に対応ができるとどの企業からも求められ、こちらも年々年収や報酬が上がっていく傾向にあります。年収1000万円を超えている人はフルスタックの方はかなり多いです。3つ目、常に向上心がある。 IT 業界というのは年齢に比例してお給料は上がっていきません。スキルに比例してお給料や報酬が上がっていきます。なので常に向上心を持たないと年収1000万円にはいきません。逆に言うと、向上心さえあれば年収1000万円は達成は可能です。4つ目、複数の現場や案件の経験がある。いろんな現場を経験していろんな企業さんとクライアントとお会いしていかないと自分の経験値やスキルは溜まっていかず、年収を上げるのもなかなか難しく、どこかで頭打ちになってしまうケースが多いです。なのでいろんな現場を経験している方が多いです。5つ目、独立している。会社員で1000万円を達成している人も少なからずいますが、なかなか難しいルートではあります。ただ独立してフリーランスや自分で起業している人、やっぱ1000万円を超えている人はこういった方が多いです。6つ目、コミュニケーション能力がある。 IT 業界といってもお客様や現場のメンバーとの会話だったりとかはかなり重要です。なのでコミュニケーション力を持っていろんな人と話をしていろんな人の課題解決をする、こういった能力は1000万円達成するためには必須な能力といっても過言ではありません。7つ目、マルチタスクが得意。 IT 業界でエンジニアをしていると複数の案件、複数のタスクを振られることがあります。一つのことしかできないとタスクの処理が追いつかず、年収はなかなか上がっていかない傾向にあります。なので2つ3つといろんなタスクを同時並行してこなせる方が年収は上がっていきやすいです。8つ目、クライアントからの課題を解決する能力。これはお客様が何を困っていて何が必要かっていうのをヒアリングして、そこから提案をして解決まで持っていく、そういった論理的思考だったりとかっていうのが必要となります。そういった能力を身につけるとお客様からの評価も上がり、年収は上がっていく傾向にあります。エンジニアさんで指示通りにしか動けない人、ここは改善した方がいいかもしれません。9個目、マネジメント力がある。エンジニアを長くやっているとチームリーダーや管理をする立場になることがあります。そこで必要なのがマネジメント力。メンバーの進捗を管理したりタスクを管理、そこの状況を追っていく能力が必要です。これをやれると立場も上がっていき、年収はどんどん上がっていきます。10個目、お客様対応がうまい。これは業務、業務外両方に値するんですけど、お客様と普段からコミュニケーションを取り、お客様の課題解決もしくは業務外でもお付き合いをするとより深い関係になり、お客様から気に入られたりとか他の案件をいただいたりとか、そういった好循環が生まれます。なので年収1000万達成している人の中にはこういった傾向の人も多いです。ちなみにおすすめの職種に関してもお伝えすると、1つ目、 IT コンサルタント、2つ目、 AI 機械学習エンジニア、3つ目、 AWS エンジニア、4つ目、セキュリティエンジニア、もしくは今挙げた職種以外にも何か一つの言語に特化した人、極めた人はもちろん年収1000万円は達成可能です。最後に年収1000万円を達成するポジションをお伝えする前に1点お知らせがあります。現在エンジニアさんで自分の市場価値を知りたい、独立に興味がある、年収を上げたい人は概要欄の公式 LINE からお問い合わせお願いします。続いて年収1000万円を達成するポジション、1つ目、プロジェクトを統括する PM、 2つ目、要件定義なんかを取りまとめる顧客折衝、3つ目、複数の技術力を持つフルスタックエンジニア、4つ目、何かに特化した専門家のエンジニア、5つ目、受託で開発を行う、こういった方も年収1000万円を達成することは可能です。以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。